過去に、二重テープやったり、アイプチやったり、いろいろ試しましたよ。でもね、結局ね、イケメンにはなれず、結局ね、こう目だけ二重にしたところで、イケメンになれないっていうのを気づいたんですよ。何が重要かってフェイスライン。そう。フェイスラインを整えることによって、ハイパーなイケメンになるんじゃないかと。今回、そのイケメン改造計画に使われる道具として選ばれたのは、この方。トゥットゥドゥーンといったところでね、結局なんもないんですよ。フェイスストレッチ。ボコボコっつってこう、吸って吐いて吸って吐いてをすることによって、こう、フェイスラインをがっつりと引き締めて、表情筋、ほうれい線、加齢、肌を鍛える。フェイスストレッチでトレーニングってことで、フェイスラインが気に出したら、いやー、これこそね、毎日楽しくお顔エクササイズってことで、今回はこれを使って、イケメンになる。すごいこれ。吐くのかな？そしたらね、吸うんですよね。吐いて吸って、吐いて吸ってみたいな。そういう感じで、フェイスラインをね、整えていくということで。見てください。これ、あれですよ、なんかこう、なんだろうこれ、なんか、似てますよね。ちょっとね、ちょっと今のはね、ピーが入るということで。ボコボコになるんですよ、こうやって、ほら。ほら、こう、膨らんで、へこんでの繰り返しなんですよ。使い方は簡単。本製品を口で加え、1日2分3分の目安でやるということなのね。これね、あんまり気合い入れすぎると、こう、えずいちゃうっていうね。ちょっと悪いところがあるんだよな。デメリットを言うとそれな。俺シリコンダメかもしんない。吸って吐いてをすると、この空気がね、こう、二酸化炭素だらけになるじゃないですか。でそれをすることによって、こう、シリコンの、こう、まずい空気を、こう飲み込むんですよ。それでえずいちゃうんですよね。もう言うならばそれ。だから、シリコンが大丈夫という人は、こうぜひね、これで、フェイスラインを整えてイケメンになろうっていうこと。でもこれを毎日続けたらイケメンになれるってことだね。ちょっとね、今、2分やってみましょう。どうですか？ちょっとね、フェイスラインが、ちょっと、なんだろう、心なしか、こう、シュッとするというか、なんかこう、なんだろう、スリムになったというか、なんかこう、フェイスラインが、こんな感じになった気がするんですよね。これ、毎日やれば、絶対イケメンになりますよ。今回はね、アイプチ以外でもイケメンになれるんじゃないかな方法をちょっと探してたら、これにたどり着いたんですよ。それでね、皆さんもぜひこれでイケメンになろうということで、また次回もよろしくちゃん。本気でね、シリコン無理。でも、これを毎日続けることによってイケメンになれるかも。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。パソコンの方は下のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホの方は下の説明欄に書いてあるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。